俺のターーンドロー召喚フミナですはい、えー、何のことかね分かる方はいらっしゃるとは思うんですけどもえー、っと、まあ、まあツイッターにちょっと一回あげたんですけどもついにやってしまいましたあのウイニングフミナ勝ってしまいました ウィニングフミナを買ってしまいました <laughs>。ごめんなさい。ほんとごめんなさい。誰にごめんなさいなんだよって話なんだけど、買ってしまったんですよ。近場のビッグカメラで買いました。まあナンバのね、ビッグカメラで買いましたけども。我慢できなかったね。我慢できなかった。いや、もうガンプラはね、作らないつもりでいたんですけども。まあちょっとフミナの可愛さにあの負けてしまってですね。 買ってしまし,買ってしまいまいた144分の1スケールでございますね。えー、まあ、つい最近といっても、前、まあ、なんて言うんでしょうね。えー、まあ、そうだな、まあ、1か1ヶ月もないですね。半月ほどぐらい前に出た、いや、半月ほども経ってないですね。もう1週間経つか経たないかぐらいに出たものなんですけども、まあ、なんで僕はね、このウィニングフミナを買ったかというとですね。 えーまあ、ここを見ていただければわかると思うんですけども、まあ、こう肌の露出,度が露出度が高いという、えー、意味合いでですね買ってみました、えー、すごいそんな,なんか俗物の理由なんですけども、えーまあ、非常にこう作ってみたくなったというもので、まあ普段だったらねアマゾンとかで買うんですけども、まあね、値段も全然違うし、まあ、我慢できなくてビッグカメラで買ってしまったというお話です、まあ、あのいずれ を、まあ、作作るるんで、まあ、作る動画はねげげないと思います上げないいいいとと思思まますすこれはなんかもうゆっくり自分で作ってえー、っとですねまあ動画のねこう例えば実写の動画の端っこになんかえー、まあ置いておけたらなと思っておりますのでよろしくお願いしますということで今回はウィーニングフミナを買ってしまったという件でしたえー、まあ近いうちに ウイニングフミナー僕の動画に登場するのでよろしくお願いします。でした。